はい、木ぎ二24さん、こんにちは。かぶくん、しょうまくんの思い出に残ったシーンを語ってくれてありがとう。n o ベクス,スアワーズ2023という公式フォームができて、4月23日日曜日22時まで投票ができるらしく投票をしてきました、うんえ。項目がいくつかあって、ベストだと思,う思ったものを一つ選んでいくという、えー、本でした。 なるほど。ショートフリー、歴史、衣装、ステファンの私服、イツキくんやデミさんハに、ハマさんについて、シャマくんのパジャマ、ウノワンワンと項目は多数質問は英語で選ぶ、答えも英語でしたが、頑張って読み解いてきました。後で日本語に変えればよかったと気づきましたが、時間があったら、歌舞君も投票していませんかえぇ、へー知らなかったです。あの、これは12時間前、11時間前か。 うん、コメントだったんですけどで、これは4月23日日曜日ってことはもうすぐで終わっちゃうので、ちょっと早く行ってみたいと思います。uno ベフスアワーズ2023っていうのあるですね。うん。松井さんよろしくお願いいたします。えか、ー、ぶさんお疲れ様です。イリアマリリンくは来季は4回転アクセルを封印するそうです。4回転ルー,ツループサルコートーループフリップ飛ぶからアクセルえー、やるきつかったそうです。 来季は芸術と表現を磨いていきたいそうです。国別の動画、マリリン君見てたけど、ショートでイーグルからジャンプ、このシーズン入れてたんですが、イーグルからのジャンプ、覚えているのは、ショマさんがシリアに上がってから、よくショートプログラムに入れて、お箱、18番ってお箱って読むんですよね、だったような気がします。国別の動画じゃなくて、録画失礼しました。見て考えました。以上です。失礼します。 とということですねリ、えー、リアン・マリン君結局やんないやんない言って大季もやるんじゃないかなって僕思うんですよなんだかんだであの今季なんて大体あのやるかどうか分かんないって言ってほぼ100%の挑戦率でしたよね、うん、挑戦率だってあの結局全部の大会でやってた気がするので世界選手権でもあ国,国別でもやってたんですよね結局やってるっていう感じなんで だから、あの来季も、まあ、やる可能性もあるのかなって僕は思うんですよ。まあ、そこら辺はちょっとね。まあ、だからやん、やるかどうかわかんないっていう心構えだと、逆にやりやすかったりするんですかね。うん。はい。でも、芸術面とか表現面を磨いていきたいっていう話はね、されてましたよね。うん。で、えっ、ー、と、ショートでイーグルからのジャンプっていうのは、これ、4回転トーループの前のアウトイーグルのことですかね。 うん、イーグルから直接4回転に入っているの,っていうのはイディア・マリンクはなかった気はするんでた、まあ、多分イーグルから、えー、そのままスリーターンをして4回転トーループだと思うんですよね、うんはい。それともトリプルアクセルですかね、ちょっと僕もう1回そこら辺見ていきたいと思います、うん。宇野昌磨選手は確かに、えー、アウトイーグルからのトリプルアクセルね。 あのロコのテーマとか特に印象的だった気がします。うん、えー、木更木日恵4さんもいたです。えー、小塚隆彦さんが監修したスパッツの件がコメント消えました。えー、もう一度チャレンジ。えー、このスパッツは腰痛、えーえー、腸腰筋です腸腰筋うん。おなお腹とヒップをサポートするという、えー、トリプルアシストスパッツ。このついに、えー、デミさんが返信で、えー、股関節の不具合でいろいろ悩んだ、高田だから、 うん、作れる商品え、それを商品にするのはいいねと、さ、う、ら、ん、にその返信で、小塚孝彦さんが、あのーそうですねえ、デミさんがいっぱいいればみんな笑顔でいいんですけど、一人しかいないんで、本当にデミさんがいっぱいいればファンは安心。以前、エミリーさんが腰痛持ちでえデミさんが諸馬くんにも使用している。 足の指に引っ掛けてグイグイ引っ張るゴミみたいなやつ。決してゴムゴムの実を食べたルフィではないです。を使われているとか。違ったかな別の方だったかな一度試してみては。小塚さん、監修だしね。はい。ということみたいですね。うん。これはつまり、このスパッツっていうのが結構いいということで、これは一般に売られてるということですかね。うん。 あの個人的に僕も股関節の痛みっていうのはあるので、あの本当にいいなと思います。で、小塚さん、前話していたのがあのいや、股関節って消耗してしまって、治ることがないらしいので、まあ、消耗品らしいですよね。なので、まあ、結構その重要性を語っていましたが、やっぱ説得力があるのかなっていう感じはしますよね。うん、はい、トリプルアシス,タアシストスパッツ、うん、っていうのがあるらしいですね。 うんえー、ジェリムさん、こんにちは。カブ君、今期のショウマ君の語りをありがとうございます。私は世界選手権が印象深かったです。を、えー、して 追い詰められていたにもかかわらず、ショートはやっとフィニッシュポーツが決まり、やりきった感じでした。フリースケーティングはもう圧巻の演技でした。私がお気に入りの4回転ループの軌道に入る前の腰を落として足の前後にスーッと滑る場面は、怪我の影響か、短かったですが、 ステップシークエンス中の、えー、カタタッと、えー、タップする見せ場を決めて満足。うんえー、ジャンプは点灯をしなければいいと祈っていました。演技後の大の字は全てを物語っていました。あこのシーンも MVP でしたね。いつもは、うんえー、嫌われ者の天井カメラが最後の最後の良い仕事でした、えー。それからプレカンですが、ここでの昭和、えー、君のチャンピオンとしての言葉が、えー、これはシ技以上ですね。シギ以上に。 印象深かったです。戦う,戦う相手は自分自身で他の選手は共に戦う相手、仲間、改めて世界王者になってのいわば宣言とも、えー、取れる発言です。うんえー、この先、あのフィギアスケート このよううにありたいといと決意表明ですね吉、えー、く君が幼い頃からそう教わりずっと貫いてきた姿勢です。えジュンファン君やマリニン君も同意をしてくれましたからえこの先が楽しみです。はい、っていう感じですね。戦う相手は自分自身でもこれはあのもちろん言葉でこう語ってますが実際に宇野選手を見てるとそれ感じますよね。うん、あのー、どんな相手とかっていうよりも自分自身が相手なのかなっていう気はしますよね。 もちろんね、他の選手はやっぱり演技を見ながら、ね、いろいろこう作戦を立てるかとは思うんですけど、うんね、そういう戦友的な感じなんですから、ねうん。フィギュアスケートはやっぱり、ねあのー、精神的にこう1人になっちゃう演技1人になっちゃうのでやっぱ仲間が結構大事な競技なのかなって思いますよ。うん えー、ズレムさんも言ったです。えー、カブくん、ハルセミペアも解散ですか恐れていたことが事実になってしまいましたね。えー、ペアはレキリュ1組だけになってしまい、えー、新たなペア探しは急務ですね、えー。私の心に秘めた幻のリノセナペアが誕生したら嬉しいな。まあ妄想ですが、えへ、ーえーえー、言っちゃった。言霊、言霊ということですね。リノセナペアっていうのは、これは リノ選手とセナ選手っていうことですかね。え、松井てりのちゃんとミナケえせな君のことですかね。ほうほうほう、なるほど。これは、えっ、ー、と、せな君どうでしょうかね。うん。ね、え、なるほど、うん。誰かいませんか、ペアやってくれる人、男子、女子も。ア、まあ、クロバットな競技なんで、すぐにはね、ちょっと手を挙げられませんけどね。 うん、でもジュ、ペアとかやってくれる人、スケレオ、応援ちょっとしてほしいですね,、うん、ね。経済的な面とかでも。ディデムさん、君、えー、おはようございます、えー、この 2, 2組の解散はショックでしたが、えー、こればかり私たちにはどうしようもないですね。アイスタンスは日本では結構裾野は広がっていますよ。えー、それに伴ってノービスのレベルは想像以上ですね。 問題はペアですね。うん、森口君が今季シリアで参戦をしていたみゆちゃんがパートナー探し中なんだけど、まさかシリア登録をしていた選手をジュリナに割り振るなんて事態はないでしょうね。み、う、ゆ、ん、ちゃんどうしてるのかなそうですよね。気になってきますよね。うんまあ、これでも、やっぱりステレンはなんか対,策対策をしてくるとは思うんですけどね。あと、田中ん選手が。 あのアイスダンスの登録をしているみたいな話もあるんですが、ペアに関してはちょっと分かってこないですよね。うーん、これはどうなるのかなっていう感じ、まあ、海外から引っ張ってきたりあるんですかね、まあ、そもそも海外でも本当に今、ペア少ないですよね、なので、ちょっとね、本当、どうなっちゃうのかな、でも本当にリくりの独走になってくるんですかね、うん柴田涼選手復活とかどうでしょうかね。うん ワイム様、どうもです。点数的にはファイナル304.46で今季最高得点ですね。あ次のその次が301.14で世界選手権。今季300点を超える得点を出しているのはショム君だけですね。世界選手権はコンディションが悪くても300点超えはすごいです。ショートプログラムについては連続ジャンプは3回転。 4回転ですね。4回転とダブルトですが、それでも100点前後の点数を出し、安定をしていますね。うん、それも好成績の理由の1つだと思います。フリーに関しては、ファイナルは前半3本の4回転が,多くの加点がつく素晴らしいものだったことが大きいと思います。ジャンプに関しては後半もそれなりにまとめて優勝を取りに行った試合でした。でも、私が一番印象に残っているのは、最終戦の世界選手権、ジャンプについては、 ファイナルよりも良くなかったですが、最後のステップ、レベル4、GOE 満点が素晴らしかった。うん、リピも止まりません。スピードも速く、上半身の動きも大きく、足元もしっかり、表情も素敵で、これこそ GOE 満点のステップだと思う。あれだけで今季、宇野昌磨選手がベストワンと思うのは私だけ。久保さんが連続ジャンプに言及されましたが、 確かにーー、翔馬君あんまり得意じゃないんでしょうけど、それ以上に前半の3本の4回転を成功させれば、後半無理する必要はないんですよね。失敗のリスクを考えるなら、無理して飛ぶ必要がなくなる。うん、最終滑走のことも多いし、前の滑走者の得点を意識しつつ、勝つことだけに執着すれば、 4回転トーループ、トリプルトーループは必要ないですよね。ですから、前半の4回転に失敗があったときは、後半に4回転とトリプルトーループを成功させています。トリプルアクセル、ダブルアクセル、ダブルアクセルを成功させた全日本も、珍しく4回転フリップまで点灯があった試合でした。 ものすごく冷静に計算して、勝ちに行ったシーズンだったし、それゆえの全試合優勝だったのかなでも、来季はそれは少し変えていきたいっておっしゃってましたね。冷静に計算せず、完成のままに滑る宇野昌磨が来るのかな、うん、えちびしょうが一生懸命タンゲーラーを滑っていた頃のドキドキが戻ってくるでしょうかご本人もターニングポイントになるとおっしゃってました。うん、来季、楽しみです。うん、はい。ありがとうございます。という感じですよね。 ターニンングポイントですね来季、ターニングポイント、うん、これはやっぱそのオリンピックミラノ5人に向けても、まあ、2年前ということになってくるので、まあ、それもあるんでしょうかね、うん、ターニングポイントね、うんまあ、でもやっぱ 3A A A、ね、2A、うん、2A ねとか、まあ、3連続のジャンプ、まあ、あの宇野選手は前半のフリップだったり、サルコーが、ね、全日本で大きくミスをしたんだけど、あの後半落ち着いてやってたっていうところ、本当すごいなって思いますよね。 うんまあ、世界選手権でもまあ怪我をした中で、ねえー、あそこまであの本当プログラム溶け込んでましたからねジャパンオープンの時は本は表現をこう一生懸命しようという感じがあったと思うんですけど、まあ、結構、表情も硬かったりあったんですが世界選手権までになるとやっぱ表情がねもう溶け込んでますよね、うん、なので、そういう感じはあるのかなというところででも来季、ターニングポイントというのはね楽しみですよ。うん えー、松井ささんんよろししくおお願いしますす、えー、疲れ様で,です私、一体謙信でワンピース新横浜の8月12日土曜日を注文しました。でもこれじゃ不安で、えー、次の日13日日曜日注文したら、それが良かったので当たりました。1、うん、列目です。 ザ・アイスも見に行きたくて、日光もチケットピアを、えー、検索して、えー、もう席は取れないかと思ったら、とえて22日土曜日は、コンビニに通い、ザ・アイスはセブンイレブン行ったり、夕方6時過ぎはファミリーマートに行きました。ザ・アイスはチケットすぐにもらえたんですが、ワンピースは6月10日土曜日、えー、12時からファミリーマート行ってチケットをもらうに行かなくては、行かなくては、うん。 忘れないようにしなくては人生初めてのアイスショー昔会社の先輩がアイスショーはいいよリンクの氷がキラキラして美しいよと言っていたことを思い出し人生初めてのアイスショー市民ンの舞台から飛び降りるように決めましたというこですね、うんえー、なるほど。あの 一生いけないと思いましたが、いけてよかったです。楽しんでいきます。なかなか語りました。失礼しました。え、松井さんは、あの、今回の i ス o あの、ピ p s が初めてということなんですかうん、え、しかも、なのに、それにも関わらずと言いますかね、なのに、一番前の席っていうことなんですかね。えっと、全席ってあ一列目ですね、うん。え、これよかったですね。うん、すごいですね。あの、なんて言うんだろう、これ。ねこれはおめでとうございます。 ワンピース・オン・ワイスですね、うん。あ、ワンピース・オン・ワイスですよね、うん。いやー、ちょっと感想気になりますね、うん。人生初のアイスショーが、人生初めてですね、アイスショーが、あれですよね、あの、ワンピース・オン・ワイスで、しかも1列目っていうのは、これは嬉しいですね。シビースの舞台から飛び降りるように決めましたっていうのは、これは何かのことわざですかね。うん えユンママ様どうもです。え宮様、センス・良すぎ。ショーマー譲る愛の訴え、謎の事件、またツボが増えてしまったという,う、ね、ことなんですよね。うん。ねなんか、ねそうなんですけど、愛の訴え、うん。 195t さん、こんにちは。お昼前、ギリギリおはようございます。え気温が20度、2度寝して朝寝坊の日曜日が始まりました。え先ほあの、え木田森、春澄、両方の解散のニュースはショックでしたね。えそれぞれにいろいろ事情があってのことでしょうけれど、え今後に期待をしていただけに、正直残念でなりませんえ。それぞれの今後の選択を温かくえ見守ることしかできませんが、引き続き応援をしていきたいと思います。いや、そうですね、ショックですよね。 ね、うーん、まあ、今期途中からもうそうやって決まっていたのか、それともまあ春休みに関しても、年齢制限が原因なのか、ちょっとそこら辺のあれが分かりませんけどもね、うーん、ちょっといまあ未だにまあショックというか、まあ、ちょっとね、うんなんかあったのかなっていう感じで、うんこれ、理由っていうのはまだ明かされてない感じですかね。 解散理由がちょっと気になるんですけども、えー、195t さんも言っです、えー。フレンズオンワイス、ワンピースオンワイス、えー、当選や落選のニュースで賑やかですね、えー。それぞれ当選をされた方、おめでとうございます、えー。落選された方も、まだチャンスはあるみたいなんで、諦めずにファイトですね。どちらも本当に生で見てみたい。理想です。あ、理想。あ、そうですね。うん。 本当にに見てみたいわいつかきっと死ぬまでにはえ、過疎地からは遠いので相変わらずチケット争奪戦などに参加できない難民ですがえテレビ放送か配信があると信じて楽しみに待ちたいと思います。うん えーとシーズンが終わり、駅だもり、春休ペアの解散のニュースなどもあって、フィギュアが急に遠のいてしまった感じで、寂しかったところでした。でも、フィギュアの話題で一喜一憂盛り上がっているのを見て、これこれ、こういうの平和、平和でいいなと感じています。そうですね、平和になってきたなという感じはしますけども、ね、うん、あの、アイスショーを生で見てみたいということなんですが、ちょっと僕も見てみたいなって思うんですよね。 うんなんか、アイスショーだけじゃなくて、試合とか、もうちょっとね、うん、まあ、5、6年後かな、見に行くとしたらね、うん、ちょっと気持ちの整理が必要ですね。あ、でも、あの、ワンピースの当選率は高いですね、今回。マリリン様の落選がすごい悔しい。うん、ぜひ当ててほしいですね、うん。それ以外の方結構当ててるので、本当に絶対マリリン様当ててほしいですね。うん えー、おはりこさん、どうもです。t h e i e のホームページも、シ、え、ューマ一番初めに名前があるけれど、写真は小さいですね。いつもなら特別に大きく写真が載っていますが、うん、やはりワンピース公演日と、えー、間がないから、えー、出番が少ないのかもね、またいろいろネガティブなことを言われちゃうのかな、もう言われる前から想像できるけどっていうね、もう構えてる感じですかね。今回だからあのの戦車そんなにあの いやあんま出ないっていうことなのかなっていう感じなんですかね。うーん、まあ、ちょっとこの写真も含めて見ていきたいと思います。え、あの、宇野選手のね、えっ、ー、と、ね、投票があるということなんで、それとともにちょっと見ていきたいと思うんですが、うーん。 えー、マルジンさん、こんにちは、えー。フィギュアスケートいろいろ春隅ペアはシングルペアの二刀流で頑張った。えー、シングルでの成績の躍進に、コーチ陣もびっくりだったと思うよ。えー、特に隅田,田君は、年齢を考えたら、えー、ミラノまではシングルに力を注ぐ方が良いと思う。あ そういういこと確かに4回転を2種類マスターをしたら皆の候補もあり得るしえそれには二刀流には限界があると思うえはるなちゃんも同じシングルで一本に絞りトリプルアクセルができたら先が見えてくると思うえ木田森はそれぞれトライアウトしてえベストパートナーと組むんじゃないかと思う,、うんえー、思う相性はいいみたい,い,みたいだけど、えー、それぞれのステップアップを考える、うんえー、考えるそして、えー、春隅 木田森はえ木下アカデミーだから経済的な問題はなさそうだと思うあなるほどですねうんえ宇野昌磨君が着た青トゥーランの衣装は伊藤さとみさんのデザインえ最高 縫製でしたね、えー。ピョンチャンオリンピックのフリーで来ました。伊藤さん、このデザインのためにイタリアまで行って写真を撮ってきて、美しい青に、えー、金色の模様の刺繍は、イタリア、現地の壁とかで、えー、現地取材写真からヒントを得て出来上がった。ワハリコ様の衣装制作のお話を聞いていて、諸馬くんの衣装話を思い出しました。えー、フィギュアは衣装とプログラムを合わせて、見るのもいいですね。制作者の思いが伝わります。 えー、ということなんですけども、なるほど、えー、伊藤さんは実際、青とやらの衣装はイタリアに行って、そこでのこう壁をイメージして壁,壁を見て、そこからヒントを、えー、得て出来上がったんですね。ほうほうほう、これは、なるほど、そういったエピソードがあったっていうのは初めて知りましたね。うん、そしてハルセミキダモリは えー、経済的には問題ない、うん、木下アカデミーだがね、ね他に何か理由があるのか、でも春休みに関してやっぱりこう進化に集中していきたいっていう気持ちが強いんでしょうかね、うん、ね、あのーこう、オリンピックに向けてね、うん、ね頑張っていてほしいし、あのー、村上春菜選手は、非常に美しいジャストウェーブはははウェロ、ハローウェーブかな、やってましたね、ちょっとね、うん、あのー、 彼女は三原舞依選手のことをすごくなんか尊敬しているという話があったような気がするんですけども、うんね、あの来季、ね、あの飛躍してほしいなと思います。うん、あの先に行われた、えー、トリグラフィー、ヒドロフィー、かったですよね。うん、はいという感じですね。うんえー、朝夜る姫さん、どうもです。 カムさん、こんにちは。木田森春澄解散、とても残念です。木田森は別のパートナーを探すのかな春澄は全日本の時、一度解散を表明をしていました。うん。年齢制限のためです。ルールには従うしかなく再び結成できるのは26年、ミラノ五輪後の2026年、27年シーズンから。3年後も同じ二人で、そう確かめられると、はい、と春澄は答えたそうです。 でどうなるか分かりませんが、カップル競技の年齢制限のルール改正の件はどうなっているのかしらああ、ありがとうございます。ってことは、やっぱりこう、全日本のけ一度解散を表明してるんですね。年齢制限のため、うん。で、ミラノ五輪後の2026年から7年シーズンから、えー、っと、再び再結成する可能性も。 あるということなんですね、まあ、これはでもどう運命が決まるかっていうところは、まあ、今後ねあれだと思いますがあそういう感じですねってことは今はシングルに集中しその後再形成の可能性があるということなんですね、うん、でもこの期間中一応練習とかもしておくんですかね、うんまあ、それとも本当シン,シングルに一定集中という感じなのかそこら辺も脇にはなりますが ありがとうございますそういうことらしいですね。ちょっと納得はしたというかね。うん。まあやっぱり年齢制限あのねところがやっぱり影響してたっていうことなんでしょうね。やっぱね。うん。少なくとも春休みについてはそういう感じですかね。うん。えー、皆様どうもです。 ザ・アイスのただ,ただいま、ただいまビヨンド、うん、えー、ただいまビヨンド、日光シもふりアイスアリーナで配られたチラシだから、えー、もしかしたらそちらは考えすぎならいいけれど、えー、大阪は確か大きなポスターが正幕、姉さん2人がバーンと大きいから大丈夫かなと、ザ・アイスは金メダリストやたくさん出演をされるから、えー、皆さんで盛り上げるアイスショー、シ、え、ン、ー、プルや新エキシビションや、今までも出来たてホヤホヤもあったから分かりませんが、えー、何箇所かであるか チラシもも何種類かかあるかもですね。えー、情報増しです、ね、またこの日光の会場は、えー、ス,タスタンドでも、えー、かなりよく見えるらしくて狙い目かもですよ。えー、ビヨンド n ちらっと YouTube に上がり、ま、え、お、ー、ちゃん練習はトリプルアクセルをしているし、えー、中,中村く君得意だし、えー、田村先生いるからまた客席が近い、Twitter、えー、にもスタンドしかなかったけど、チケットを買ってみたら席が思った以上によくて。 このクオリティ高い完成された素晴らしいアイスショーが7000円で見れるなんて見に来てよかったと。うん、また、 ご主人様と一緒の方はですね、えー、最初に乗り気じゃなかった、うん、主人が終わったらもう感動をして、えー、虜になり嬉しかった、うんえー、や、バラード一番を真央ちゃんも滑っていたのは知らなかった方が、嘘とびっくりして見惚れたや、標高高い 543m で息が大変な中ですね、皆さんさすがで、特に真央ちゃんはプロだなくらい、キレッキレだったや、 人じゃないくらいすごかったや、スロージャンプ、綺麗に降りたあと、ニッコニコ、えー、最後の挨拶は、さすがに息が大変だったけど、えー、今日も130%出し尽くせました。おお、さすが、我が女神様は頑張ってるな、えー、それから東京ベテランの銀座線の中で、ま、え、お、ー、ちゃんのトリ,プルんトリプルヨーグルトで、ポスターで独占されてすごいとか、あのヨーグルトのコマーャル、えー、トリプルやるな、 も,もちゃん、16時半から頑張って、えー、次はいよいよ、えー、北海道ですね、えー。ビヨンドでは3カ所目の、あ、札幌市、なんとか体育館ス、何でした、ね、っけ、おっさんでしたっけ、これ。なんだっけ、この、なんとか、月寒なんとかね。ちょっと忘れましたけども、うんえー。あれ、ここは全日本あった場所かな。いようさま、いよいよですね、次は。うん、はい、えーゲ。ゲッサムだったかな。 うん、ちょっと自信ないですね。はい。えー、っと、濃厚プリン食べた後はお口直しにビヨンドも味わってくださいね。えー、こちらもかなり美味しい、えー、美味しいからだからおかわりしたくなるかもですよ。ではまたという感じですね。プリンの釣りはヨーグルトまおちゃんですか <laughs> すごいですね。あの、おかわりビヨンド、ただいまビヨンドね、いろいろしてるかと思いますけども、マオちゃんのトリプルアクセル見ました見ましたね。うん。メイツーさんが動画を上げてたから。 かと思いますよですごかったですね。ていうか何がすごかったかというとあのアクセルに入る軌道の速さ、うん、あの助走が少ないんですよね非常に自然に入ってるんですよ。あのもっと言うなら現役の時と同じかそれ以上にあのアクセルの入り方のスピードが速かった。 うん、これ、現役復帰、全然ありなんじゃないかなっていう感じましたね。まあ、着地はちょっとツーフット気味で、まあ、あのアンダーローテーションだったり、ダウングルードあるかもしれませんが、あのジャンプの質、見ると、他のジャンプの質も非常にいいんじゃないでしょうか。例えばフリップだったりとかね、うん、あのとても構えて入ってるんじゃなくて、しっかりこう、本当、現役バリバリの130%の力が出てる気がするんで、モウちゃん、ちょっと本当、現役復帰一瞬だけでもいいから、や,や,やってほしいなって。 ちょっと思いますね和、まあ、田さんも現役復帰されてますしまあ現役みんなで現役復帰怖くないってなってますんでうん本当今ね伊藤みどりさんもあのねドイツの大会行きますしうんみんなで復帰怖くないってなってますんで柴田亮さんもどうぞ、えー、とペアをちょっと復帰してほしいなと思います。 えー、マイク・バーティラさん、こんにちは。株くん、こんにちは。株くんの髪の毛もびっくりしていますよ。えー、昨日帰宅して、ハルスミペアの解散を知り、ダブルショックでした。えー、春ミペアはサイドバイサイドジャンプは素晴らしいものを持っていて、シニアのトップペアでも、えー、叶えそうにないし、単パしてもトリプルルッツを飛ぶシニアペアはいませんからね。うん、海外の開閉、えー、者も褒めていましたからね。えー、残る課題は投げ技だと思ってたんですけど、うん いつまでもできるに頼らずせっかく3枠を確保しても2番手3番手のペアがいないようじゃ意味がないですからねカップル競技を育成するような方策を s k l e には早く考えてほしいですね今年の ISU 総会でカップル競技の年齢差問題について経過措置を検討すると聞いていましたがそれまで待てなかったのかなということですね。うーん そう,あそうですね。まあ、先ほどの朝蘇り姫さんのコメントにもありましたが、まあ、この経過措置ですよね。あ、経過措置というか、まあ、あ年齢差問題について経過措置を検討するということなんですが、これは、えっ、ー、と、いつ頃結果が出るんですかね。うん。まあ、ね、やっぱり、まあ、特にペアの方は非常に重要になってくるんですが、まあ、今、今、特に続報入ってないですよね。うん。なので、あの、 まあでもこの後ねまたまあミラノオリンピックの後にねうん再結成する可能性あるんですがまあもしかすると本人たちにはあのもうこの。 まあ経過措置については絶望的になっているっていうことが伝わってるんですかね。うんまあ、公に発表されていないだけであって、うん、そういうことなのかな、ちょっとねそこら辺がねまあ、気になるんで、まあ、もしかするともう結果を知ってるっていう可能性もあるんですかね。いやーでもね、ねサイドバイサイドのジャンプ素晴らしいですね。ルッツのトリプルであったりなんかもね非常に綺麗な質で、ジュニアングランプリも見てきましたし、うんねえちょっとね、あの、 まあ投げ技がね、まあ、トリプルが止めてくるともっとすごくなるんですけどもね。うん。はい。ということでございます。えー、ミケさん2連続です。えー、すごい祭りになっとる。なんとお幸せな。そうなんですよね。ワンピースオーマイスね。あの、皆さん、あの、当たってる方多いんですけども。うん。ぜひ、もうちょっと。 ね、でも、本当、マルディンさんのね、当選がないと、ちょっと不安ですよね。えー、ミケさん、カム君展開が早い。何ここのところの情報量。えー、すごすぎてまだ追いついてない。うん。昌磨君の今期コメントするよ。遅くなるくらい待ってて、待っててね。うん。あ、ね待っておりますので、うん。結構情報早いですよね。あの、本当にもう、これでもかっていうぐらいの情報量で、 本当にいろんな情報ありますのでちょっとねうんあの整理も難しい感じになってますけども待っておりますのではい。 えー、木更津24さんどうもです。株、えー、君、春休み解散の全容が少し分かりました。21歳の森口くんは、えー、今期限りでジュニアの活動年齢を外れるうん。14歳の村上さんは、来期から導入される年齢制限のため、シニアでの活動はできない。 うん。でいうこと、やっぱそういうことだったですね。これで、そして、一旦解散、3年後には再結成とインタビューで答えていたそうです。え3年後はミラノの、ミラノオリの後で、2026年から2027年シーズンからえ、それまではシングルで頑張るのかなありがとうございます。はい。ということですね。このねうん。の3つの要項です。はい。あの、やっぱり、まあ予想といいますかね。 うんしてた通りのことになってるのかなと、年齢制限っていうことですよね。うん、だとすれば、まあ、本当にシリアあシングルの方で集中をしてた方が、まあ、なんていうのかな。こう まああの非常に流れとしてはいいの,いいのかなっていう感じですかね、うん。3年後っていうことは森口君は24歳、村上さんはあ17歳ということになりますので,、うん、で、ここでまた再結成の可能性あるということなんですかね。うん、ぜひ再結成してほしいですね。うんまあ、その時、まあ、選手の運命はどうなっているのかって分かりませんけども、まあ、とりあえずまあそういうふうなことらしいので、うん、ありがとうございます。